ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、みなさん、こんにちは。ゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。みなさん、元気にしていますでしょうか。今日は二千二十三年の二月一日。えっ、ー、と、水曜日かな。にこのポッドキャストを撮っています。みなさん、元気にしてますか。大丈夫ですか。はい、えっ、ー、とね、もう二千二十三年も一ヶ月。一 <laughs> ヶ月終わりましたよ。一月終わったね。 うん、どうだった、ね、すごく早く感じるっていう人もいるしなんかすごい長かったっていうねあのー、長かったなって感じる人もいますけどもねあと11ヶ月終わりましたらもう2023年も終わりですよ <laughs> なんかいきなり <laughs> いきなりもうねこの今年のスタートに終わりの話をしていますけども、うん、あの僕自身はね1月すごい短かったなって感じていて。 だいいたね、こう 1, 1ヶ月ごとにさ1月こう思い返してみてどんな1ヶ月だったかな長く感じたかな短く感じたかなってこう思い返してみて短く感じたらちょっとやばいなと危ないなって思うようにしてます。なんかさできれば毎日毎日大切に生きていきたいしできればいろんな人に会いたいしいろんなことをしたいしねえ いろんなことにチャレンジしたいしねチャレンジすればするほどやることは増えるから1ヶ月長く感じるの感じるって僕は思うんだよねで大体あのー、すごく早かったって感じる時は特になんか何にもしてないなんかそんな感じがね僕はしていて1月に関しては僕は短く感じているということはなんかダラダラ過ごしちゃったのかななんて思っちゃりますはい まあ、とはいえね、えーと、昨日また新しい、あのー、オンラインクラスの学生が、ね、プライベートレッスンを受けてくれる人が、ね、来てくれまして、あのー、日本の、ね、長崎に住んでいる方なんですけどもあまた新しい人と出会えたなとで週末、えー、とグループレッスンにも、ねえー、と中国の方とでこれからミャンマーの方かな入ってくれて、えー、とまた、ね、新しい人と日本語を一緒にこう、ね トレーニングしていけるなぁと思うとねまあ悪いことっていうかダラダラっていうわけでもなかったのかなとも思いますけども結局何が言いたいかよく分かんなかったんですけども頑張ってますすとといと、ね <laughs> はい。うこでね。はそうであとね今日のえっ、ー、とちょうどね30分くらい前ですよあのー、買い物に行っていまして。 あのメキシコではねあのティアンギスっていうものがありましてあの家の前の道があるんだけどどれくらいかな車がうん3台ぐらい通れる横になって通れるぐらいの,あの道路があるんだけどその道路をねあの閉めて車が通れないようにしてあのさアラジンの町にあるような市場わかるかなこう布でさ天井を作って野菜をこうテーブルの上に載せて売るような。 ああいうお店がねその道にドワーッとこう並ぶんですけどこれをティアンギス、まあ、青空市場ですねが出るんですよ水曜日にであの携帯も置いてね現金だけ持って買い物袋を持って買い物に行ってねいやーお腹空すいたなーと思って、あのー、そのティアンギスの中にタコスが食べられるね、まあ、レストランっていうか屋台があるんですけど、まあ、そこに座ってのんびりご飯を食べてな周りを見るとさ やっぱみんなさタコスを食べる時も携帯を見ちゃうわけですよ、ね、こう隣に僕の隣にいたカップルはね、うん、タコス持ちながら携帯電話でインスタグラムを見ながらでもカップルで食べているっていう姿を見てねあのおじさんだなとも思いながらもねやっぱりこうご飯を食べる時ぐらいはさあの携帯電話見ないようにしたいなって思いましたね。 でも結構家に帰ってさあのお昼ご飯食べる時なんかはなんか YouTube 見なながらお昼ご飯食べたりしてるのよね。うーん,なんかもうちょっとこう周りを見て料理を見てね一つ一つ今目の前にあることにね集中して生きていきたいななんていうのをねこうタコス屋でのんびり考えながらねコカ・コーラを飲み美味しいタコスを食べたその30分前でしたけどもはい。 さあ今日はですねえっ、ー、と前回じゃないんだけどえっ、ー、と月曜日か月曜日の夜にミクリアルジャパニーズのミクちゃんとねあのコラボポッド,ッドキャストを撮りましてあのその時にね感じたことを、まあ、もうちょっとプラスでお話ししたいなぁと思います。はい、あのー 会話が上手になるためのアドバイスっていうテーマでそのミクさんとねもう結構1時間くらいのポッドキャストを撮ったんだけど、まあ、いろんなアドバイスもね面白いアドバイスもあるんだけどそのポッドキャストの終わりの方にね、まあ、結局気にしなくていいんじゃないっていうようなねお話になったんですよ。でその時にね僕思ったんだけど確かに私は会話がすごく苦手なんですよ。うん なので、まあ、すごく会話が得意じゃない私がアドバイスをするって言ったら最終的に気にしなくていいんじゃないみたいな適当なアドバイスになってしまったんですけども僕,思うんですよ僕は自分が会話が苦手だって思っているもうこれが何よりも大事なんじゃないかなと思って。 で、あのよくねこう YouTube ライブとかさあのコメント欄とかに会話が上手になりたいんだけどなかなか上手にならないっていうコメントをねあのいただくんですよ。であのプライベートレッスンを受けてくれる人もあの、ね、会話があんまり得意じゃないから会話の練習をしたいっていうふうにねあの僕のプライベートレッスンを受けてくれる人が多いんです。 で、まあ、正直このポッドキャスト撮ろうかやめようか迷ったんだよね、まあ、っていうのもこうプライベートレッスン受けてくれている学生もいる中これを言うのが果たして正しいのか正しくないのかってなんか嫌われちゃったら嫌だななんて思いながらもそれでもねあのこれから僕の言うことを分かってもらえれば多分日本人と話す時にすごくねあの上手に話すことができるようになると思うので。 まあアドバイスをねしようかなと思っておりますはいということでテーマは私は会話が苦手だだからこそ最強だっていうねなんかちょっとアニメみたいなテーマでいきたいと思いますそれではよろしくお願いしますゆうゆうの日本語ポッドキャストはい ということであの僕がねどうして会話が苦手なのかっていうのをねお話ししていきたいなと思います。まあさどうなんだろう,こう僕のポッドキャストを聞いてくれている人はさあのどう感じるかなえゆうゆうさんってこんなに会話が違うな話が上手なのに会話が苦手なのねえ。 こうライブとかやっててもすごいこうね <laughs> こうしか言ってないけどあのリアクションもいいしなのに会話が苦手なのっていう風にね感じると思うんですが、まあ、僕は会話がね苦手だっていうのを大きく分けてねあの3つぐらいあるのかなポイントが。はい、1つ目はねあの自分の意見が強すすぎるんですよ僕は人間的にだってみんな考えてくださいよ。 あのポッドキャストさ180エピソードで一つのエピソード30分ぐらい自分の意見をずーっと話すことができる、まあ、そりゃ意見がね強いですよいろんなアイディアが頭の中にいっぱいあるわけですよでだからこそ僕は会話が苦手だっていつも思っていて、うん、あ会話な苦手だな嫌だなって思う時もあるんだよねうんあの つまりね何が起こるかっていうとアアアアイイデデがががああればあるほど聞ききながらアイディアが出てきちゃううのよね、うんあの友達の話を聞いている時に「でもそれあれやればよくない?」とか、ね、例えば「ユうスケこれからプロジェクトやりたいんだけどさこれこれこういうプロジェクトでこういうプロジェクトなんだけど」っていう,こう、ね、プロジェクトの説明をしてもらうときに「でもそのプロジェクトそ,それやんない方がいいんじゃないか?」みたいな。 アアイディアがねいいっぱい出てくるんだで,でそうするとさ相手の話が全然耳に入ってこないわけよ、うん、また私のポッドキャストみたいになっちゃうの結局なんか5分ぐらい相手の話を聞いてでその後20分ぐらいの,あの会話ではなく僕のポッドキャストが友達の前で繰り広げられるわけですよでそうするとやっぱ相手はねすごくつまらないなって思ってしまうし あーやっちまったなって今回も。ううううんなんんんななか全然顔楽しそうじゃねねえなって思うんだよ、ねうん、でさでそもそも自分が会話自分の性格というよりかはなんかみんなに僕も含めてみんなに言えることなんだけどさ分かりようわ、うん、かりたいように分かってしまう自分もいるしなんか分かりたいように分かっちゃう相手もいないうん なんかさ自分の思っていることを相手に伝えるのってできないんじゃないかなって最近思うんですよ。っていうのもなんだろうな昨日かなあの本をね読んだんですよ。で「あのー、会話の哲学」っていう本を読んで哲学ってフィロソフィーねで会話は、まあ、コンバーセーションだけどもね、はい、その「キャンバセーション」<laughs>。 うん「会話を哲学する」っていう本をねなかなか面白そうなタイトルだって買うわけじゃないですかその本を。で分かりたいように分かってしまう自分がいるってつまりその本を買いたい時の僕の心境は僕は多分会話について他の人よりも真剣に考えたことがある。その考えが 正しいかどうかか知りたいから多分その本を買ったと思うんだよねなんか全くさ知らないテーマのことって買わないじゃんそもそも本がね。だか確かその「会話の哲学」の本いやあの iPad でね買ったんだけどその本の隣にあったのがなんだっけなえっ、ー、と新「新社会」 資本主義っていう経済の本だったんだよ、うん、その今の社会の資本主義なんだっけカピタリスタっていうんだよねスペイン語だとねキャピタリズムかな分かんないけどその本は僕はもう1ミリも買おうとは思ってないわけですよつまりなんでかっていうと僕そのことに興味ないし僕はそんな ここととを知ったところで自分にとって便利かどうかもよく分かんないしうんそれよりも哲学の本を買っちゃうわけなんですけどもうそれってさあのそそそもそも私が見見たいい世界しか見てななんんですよねみんなそうだよねねみうだ例えばアニメが好きな人がさあのドラマをあまり見ないとねネットフリックスを開いてドラマを見ようって思わないじゃん。見ないじゃん。 でもさ会話になるとねその自分が興味あることを100%話してくれるわけじゃないじゃん。うん、だからさそんなねこう本屋さんで目につくとその目に入った本資本主義っていうのをわざわざ買わない僕に経済の話をされてもなんかそんな興味ねえなって思いながらみんな聞くわけですよね。 でもその中でその経済っていう言葉の中でアニメっていう言葉が出てきたら「おアニメアニメそうねアニメ」アニメそうね、アニメっていうふうにアニメの方に自分をが会話に参加できるように引っ張りたくなっちゃううんだから話を聞いてる相手って多分おっユースケの言ってることめっちゃ分かりたいと思って聞いてくれているわけではないってことねでしかも僕もそうだっていうことなんだよねはい。 であとねこの会話が難しいな苦手だなって思うのが相手の状況がわからなないってことなんだよね僕はさあのー、プライベートレッスンでね一日にだいたい3人から4人でグループレッスン入れると大体一日に10人ぐらいの人の話を聞くんだけどさ あのー、やっぱ会話ってその前があるじゃないですか。詰まるところねその僕のプライベートレッスンを受けてくれている人はそののクラスの前に何かがあったんだよねいいことがあったかもしれないし悪いことがあったかもしれないしすげえなんか彼女と喧嘩したかもしれないしなんかすごい嬉しいことが なんだろう新しく彼氏ができたかもしれないし彼女ができたかもなんか彼氏彼女ばっかりでごめんねなんかいい仕事が見つかったかもしれないしねでもそういう状況ってさみんな考えもしないじゃん僕もそうだけどさでも会話って意外とそういうさその会話する時の前にあったことも結構大事じゃないいいことがあればそりゃテンション高いしさ 嫌ななことがあったらそれはテンンション低いしさなんかすごいなんていうのかなラッキーだった人とラッキーじゃない人のコンビネーションって悪いじゃん。ねえ聞いてよさっきさすっごい有名人に会っちゃってなんか友達になりませんかって言われたんだけどあそうなんだ僕は飼ってた猫が病気になってはあ。 どうなるかなこの2人が楽しい会話をするのはまあほぼ不可能だよねでもさ普通会話で何があったかって最初に話さないじゃんその時のテーマ話すじゃんだからそれを理解しないしもうするのも面倒くさいなって思っちゃうとなかなか会話が苦手だなと思ってねうまくいかないなって思うだからこれをさ 全部ちゃんとやらないといけないって思うともう会話苦手でいいやみたいになるのよね。うんまあ、さっきあのちょっとまとめるとね自分の意見が強いって自分ゆうすけは自分の意見が強いとでなんか分かりたいように分かっちゃう自分がいるとなんか相手の伝えたいことよりも自分が分かりたいことしか見ないようになっちゃうっていうのとなんか相手の状況をちゃんと見てあげられない。 に自分がいるこの3つのポイントであなんかユうスケって本当に会話苦手だなダメだなって思っちゃうんだよねただ一回自分がダメだなって思っちゃうとなかなかねあのー、次に進めないじゃんなんか自分がダメだってもうゴールじゃんうんそう楽なんだよああ俺自分ってできないなとかなんかもう自分ってダメだなって思っちゃってはいもうここで終わりってしちゃうと まあ僕の場合だとお仕事がなくなってしまうので、うん、そこからねその僕はどんなことに会話が苦手ながらも気をつけているのかっていうのをお話しすることでもしかすると皆さんが日本人と話す時にねあのすごく会話がなんか上手になったり得意になったり日本人とめっちゃ友達になれるかもしれないのでお話ししていきたいなと思います。 ゆうゆうの日本語ポッドキャストはいえっとね一つ目一つ目僕が気をつけているのはあの気にしないのがやっぱ一番いい。<laughs> うんあのね心配しながら会話するのが一番よくない。うんあの結果ね自分のことが好きな人は自分のとこに来てくれるし。 自分のことが苦手な人は自分から離れていくと、うん、あのー「ああ俺はダメな人間なんじゃ」なんじゃ「俺はダメな人間なんじゃ」うん、っていうわけではなくてね何だろうな合わなかったって思えばいいわけよ。完璧な人間なんていないしさ。 ていうか誰からも完璧な人間ってめちゃめちゃ便利だと思われてるだけだからねまあ他のポッドキャストにも撮ったんだけどねなのでまあ心配しないと嫌われたらそうかと僕の性格を受け入れてくれなかったからまあ他の人探すかってだいたい考えてさ普通に考えてねもうこの世で一番いるのが人間 まあまあまあ多分虫とかさあのー、の方が多いかもしれないけどまあ、動物としてさこの世界で一番多い動物は多分人間じゃないか特に私たちがコミュニケーションが取れる動物の中で一番多いのは人間なんだからさいっぱいいるからねあのー、ショッピングモール行ってみ何人人がいるでさ一生の間で 会話をすることができる人の数って多分例えば私たちがね今ショッピングモールに行ってそのショッピングモールの中にいる人これよりもね多分いっぱいは話せないと思うじゃないうんこんなさ一生だよ生まれてから自分がもうねこの世界からさよならするまでにさ 話せる人ってめちゃめちちゃゃ少ないわけよなのにさなんか自分が嫌な気持ちになる人とさ一緒にいるなんてもったいなくないうんでしょまあだからね、まあ、気にしないのが一番いいしうんなんかうまくいかなかったら次から気をつければいいやってでもう私のこと嫌いになっちゃったら「まあさよなら」みたいなね「<laughs> さよなら」って感じでねいけばいいかなと思います。はい ただねただ,ただ。ただとは言ってもさ、まあ、それだけだと人生うまくいかないわけじゃん。もう自分が思うようにもう自分の考えだけで生きていくってなったら多分友達が少なくなるんだよね。で友達が少なくなると困った時に手伝ってくれる人がちょっと少なくなるわけよね。で困っている時に手伝ってくれる人が少ないとちょっと人生なかなか難しくなってきちゃうわけよね。うん 僕だってさ今こういうお仕事してるけどなんか日本語の先生の仕事ができなくなってポッドキャストもできなくなった時にもし誰かが「ユうスケ俺のこの会社仕事があるんだけど手伝ってくれない?」って言ってくれたらめちゃめちゃ助かるわけじゃん。で、まあ、自分のことが好きな人が多ければ多いほどそのパーセンテージは高くなるよね。うんだからまあ気にしなくてはいいけどでも。 まあどうしてもね話さなきゃいけない時とかどうしても友達が少なくて困っている時にはやっぱり気をつけながら話すことも大事だと思うんですよで今からねみんなに日本語の会話が上手になりたいみんなに気をつけなければならないことを紹介しますはいではね早速答えから言うと。 そもそも会話に意味なんてないってことを知ることなんですね。あああの会話って聞くとね,ね自分の思いを伝えるとかねなんだろうな相手に何かをやってもらうとか、うんまあ、そういうのはあるんだけどほとんど意味なんてないんだって思うとすげえ気持ち楽になる。 うんよくさこう会話がうまくいかないっていう人が言うのがさななんんか自分の考えがが伝わらいいいっていう人が多いんだよねでもさっきも言ったんだけど聞,聞いてる人はその人がね例えば私がどんなに心を込めて何かを話したとしても。 聞いている人の気持ちなんて分かんないし聞いている人が分かりたいことなんて分かんないからほとんど意味なんてないわけよ。じゃあさ会話のゴールって何なんだろうって思うと会話が終わった後に素敵な気持ちになることなんじゃないかなって思うんだよね。ねなんかすげえ楽しかったって思えればさ それはいい会話だよねでそん時に自分がどうこうじゃなくて相手が素敵な気持ちになることが一番会話で大事なことだって思うとだいぶね会話が上手になると僕は思っている。うんそう。あのー、そもそもね相手が自分の意見とかアドバイスを求めている可能性ってめちゃめちゃ低いのよね。 私の言うことに対してうん。じゃあその一番大事なのってこう話聞いてもらってでその「分かるわ」とか「あなたは大丈夫だよそのままで」「あなたはいい人間だよすごい人間だよ」って認めてもらうことが一番うれしくないなんか例えばさ僕がねこのポッドキャストを今23分24分撮ってるけどさ 僕が一番嬉しいのは「うわユースケさんこのポッドキャスト撮ってユースケさんの考えはもうその通りだと」と実際にやってみてすごく会話上手になったよって言われるのがさ一番嬉しいよね僕的には。じゃあみんなが日本人と話す時に誰かがねその話を 話をするわけじゃないその相手がそういう風にしてもらえれば嬉しいわけだから自分をね薄くして相手に興味を持つようにするっていうのが一番会話が上手になるポイントなんじゃないかなって思います。うん。なんだよと。俺は話すのが上手になりたいんだって思う人は。 スピーチが上手になる勉強をすればいいと思うそれは会話じゃない会話じゃない会話でスピーチは意味がないと思った方がいいかもしれないうん何か伝えるのが上手になりたいと思うんだったら誰かと練習するんじゃなくて僕みたいにポッドキャストを撮る練習をした方がいいかなと思ううん大体いいね大体いいこのポッドキャストさみんななんていうのかな 僕の顔をイメージしてさねえ他のこと何にもしないでさ座って背中を伸ばして今25分聞いてるわけじゃないと思うんだよね。料理をしながらとかさなんだろうご飯食べながらとかさ車の運転しながら聞いてくれてると思うんだけどね。うん。あのやっぱながらで聞くからこうやって25分人の話を聞けるわけであって。 実際の会話で喫茶店で25分何にも自分話さずに誰かの話25分聞くのってめちゃめちゃきついわけよめちゃめちゃきついわけようんそれをね考えるとできれば相手に興味を持つようにするうんだから一つ目うん,なんかうまく今日話してない感じがするけどもはいこれから3つのステップを紹介します一つ目 相手が伝えたいことを心を込めて一生懸命聞くここうんもう話したいことは置いときなしましょう自分が言いたいことはね相手が伝えたいこと何なんだろうっていうのを頑張って聞く分かろうとするでそれに対して「分かった」とか「すごいね」とか「いいね」とかこれ肯定するって言うんだけど あのはいいっていうあのね僕よくねあのー、まあ、学生とディスカッションしてて「おい!」ってこう「うん!」って思う時があって「あの、でも」とか「だけど」とか「そうじゃなくて」ってあのリアクションされるのが一番嫌なのよ、うん、でも僕がよくやってしまうリアクションでもあるのよこれ本当にみんな気をつけようねあの 心を込めて話すわけじゃんこうやってね25分今話してきたけどでそれでいきなりまだ話し終わってないのに「でも」って言われたら何をお前は俺の何が分かったんじゃって <laughs> 思われちゃうわけよね。うん、であのー 僕のプライベートレッスン受けてくれているフランスの学生がいるんだけどフランスはやっぱ意見を戦わせることとが大事だとうん反対意見を言ってディベートになっていくのが面白いっていうふうに言っていたんだよ言っていたんだよなんだけどあのこれはねもしかしたら日本人だけなのかなあの世界はどうかは分かんないけどあの日本 人は自分に自信がないから「でも」とか「だけど」とか言うと「はい僕のこと今回も分かってくれませんでしたはい会話終了はい興味ありません」ってなるからうんそうなんだとかえー、こうつまりこういうこととかっていうふうに聞いてあげるとどん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 こうあのね会話の雰囲気が良くなってくるかなって思う。 うん、あのこれに関するねアドバイスは実はこのミクさんとコラボをした時にいくつかお話をしてるので、まあ、そこで聞いてくれればいいかなと思います。具体的にどういう、ね、こういいテククニックがあるかっていう話なで3つ目なんだけどその上手に会話をしたかったら聞いてもらっている時はその話してる相手ね 話を聞いてくれている人は私のために何かをしてくれているんだなって思った方が良いと思います。うんなんかさ、かさ僕がねベベベベラ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 っとこう話すわけじゃん昨日ねあのスーパー行ってさでスーパーでね誰に会ったと思う昔の友達もう子供いてさもうその子供めっちゃ大きくなってんのいやマジでびっくりしたわ いやー俺まだ子供いないからさなんかねこう年取ってねこれからどうすんのかなって思っちゃうよねなんかみんなの人生進んでいくなって俺はまあここにいるような感じみたいな話をねこうブッと話してる時にさその話を聞いてくれている相手は「うんうん」って聞いてくれているわけじゃん。でその時に「僕の話面白いから聞いてくれてるんだな」って思わないで。 今私のために我慢してくれてんだなありがたいなって聞いてくれてんだなってありがとうの気持ちで話すでそうすると自然となんかじゃあ今度は自分が質問しようって思うからあの話しながらあの自分が話すことを一生懸命考えることもいいけど相手は自分のために話を聞いてくれているんだなってちょっと頭の中の何パーセントかの。 ところん何パーセントかのスペースにねその考えを置いておくといいんじゃないかなって思います。はいこれを聞いてるとさユうスケさんねこんだけねいろんな会話についての意見がねあるからユうスケさんって会話上手なんだなーって思うかもしれないんだけどもちろんね僕だってうまくいかない時もほとんどだよ。あ全然うまくいいかないよやっぱり どうしても話聞きながら自分のアイディアを話しちゃったり「でも」「だけど」とかってねリアクションしてしまったりするんだけど僕は考えたわけですどうしてうまくいかないのかと。うまくいかない時はね大体い体と心のコンディションが悪い時だね。うんあのー、例えばさお腹空いてる時にプライベートレッスンするとか。 あのー、寝不足全然寝てなくて眠い時に誰かの話聞かなきゃいけないとか聞かなきゃいけないって言い方あれだねうんとかあのー、トイレに行きたいけどなんか話終わってないから話聞かなきゃいけないとかあとは、まあ、普通に嫌なことがあったなんだろうな誰かと喧嘩したとかあのー。 ペットのの体調が悪いとかあの大事にしてたものが壊れたとかあのー、そういう時はやっぱりね会話は全然うまくいかないもうだってそれでもう頭いっぱいだもん、まあ、考えてみてよめちゃめちゃお腹空いててさもう頭の中に食べ物のことが80%、ね、いっぱいの時にさ今みたいにねいやあのね俺人生ってさ 旅だだと思うんだよね人生は旅そう旅ってしたことある旅をするとねいろんな景色が見えるわけよ時には雨が降る時もある晴れている時もあるし風が強い時もあるでも旅っていうのは必ずみたいなその話をさめちゃめちゃお腹空いてる時に聞いたらもうどうでもいいわもう早くご飯食べてえわって思うじゃんそうすると 早く会話を終わらせたいから「な分かった分かった分かったうん気持ちよく分かるよ」みたいな適当な聞き方になっちゃうんだよね。でそうすると適当な聞き方になってしまっているからその旅について話してる人は「まああまり旅行もしてないゆうすけにはそんな気持ち分からないと思うけどね」みたいになるわけよね。で、そうすると俺もっと腹が立つわけじゃん。いやもうなんか お前の話し方で悪いのはって心の中で思ってるけどああそうだよねごめん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 っでだん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 雰囲気が悪くなってくるとつまり会話で雰囲気が悪くなるその大きな理由は自分の心と体のコンディションが悪いから。で逆にさなんか誰かとお話ししている時になんかあんまり話さねえなって時ない。ねえ今日何したの うーんなんか別に何も特になんもないよみたいなすごい冷たい答えが返ってきた時に「なんてひでえやつなんだ」じゃなくてあの「多分なんかのコンディション悪いな」って思う。うん「お腹空いてる?」とかさ「<laughs> 何疲れてるの?」とか「眠いの?」とかあのトイレ行きたいって女の子に直接聞くのはあれだけどねえ ちょっと水取ってくるとかなんか嫌なことあったっていうふうに聞くとそこから素敵な会話が始まるかもしれないね。うんだからなんか自分の意見をとにかく話そうって思うと大体の会話は失敗するか失敗してないけど成功した雰囲気を感じられるけどそれはあの。 あなたのとか僕でもそうなんだけど話が上手いわけじゃなくて聞いてくれる人が上手なだけなんだよ、ね、うんほんとそうだと思うあとなんだろうなそのそのテーマについてすごく興味がある人をしっかり集められてるってことかなうんなんだろうね例えばだけどさあの政治家のね 大統領のスピーチ、ね、あんなのも大統領のスピーチに興味がある人が集まってんだからさそりゃいいスピーチできるよ。何言ったってみんなすごいって言ってくれんだもん。ね自信持って話せるよね。でもさ人生って起こる会話ってさそれだけじゃないじゃん。なんかもう自分が好きなことに興味持ってない人とも話さなきゃいけない時ってあるじゃん。うん、そんな時に どういう言い方をしたら興味を持ってもらえるかじゃなくてその前にとにかくその話している人のことをたくさん聞いてね僕はあなたに興味あるよっていうふうにしっかり相手を気持ちよくして気持ちよくしてっていうと何か言い方ねなんか上から目線だけどあの興味を持ってね心を込めて聞いてそこから会話してみたら。 大体ねどんな日本語話したってね楽しい会話できっからあー間違いないからうんまあそういう風にねこれから日本人と会話するとかデートするとかね友達と飲み行くってなった時にうん心を込めて聞こうってゆうすけのことを思い出してくれると嬉しいですはいということでね、えー、っと最後にお知らせをさせてくださいましあのあそうだこの間ねあねディスコードの 何、えー、だっけ質問コーナーにさ「ゆうゆうさんよろしくお願いしますマシって言ったけど「マシってどういう意味ですかって聞かれてねいやみんなよく聞いてんなと思ってすごいなと思って意味なんてないですますの代わりに「マシって言ったら可愛いかなって思っただけなので、はい、そんなことを今ふと思い出しましたけどもはいあのー、ディスコードのねチャンネルがありますはい いいつももじゃなんんだけどたままに答えることもありますうん、そしてね本当にいろんなディスコードメンバーがいて会話練習とかもやってますのでね日本語を一緒に勉強するお友達が欲しいという人はこのポッドキャストの概要欄からリンクをクリックして入ってくれると嬉しいですはいそしてパトレオもやっておりますはいもう何回も言ってるからねもう耳もう聞き飽きたわって思うのでん聞き飽きたなと思っていると思うのであのー、はい サポートよろしくお願いします <laughs>。はいさあということでね皆さん引き続き日本語の勉強を頑張ってください。それじゃあまたねバイバイ。